ですね、まあ前回はね、ゴルフを始められた方に、まあ、重点を置いてね、レッスンさせていただきましたけど、今日はですね、ゴルフよくやってない方、まあ、コースもバンバン回ってるよと、ね、その方にも、初心者の方も共通するポイントがあるんです。はい、これはね、バックスイング、一番最初の動きかけの部分なんです。これがですね、まあ、失敗したら途中で取り返しは不可能です。で、失敗しなければいいんですけど、なかなか失敗しないわけにいかない。というのは、コース行くといろんな場所があるんですね。こうやったり、こうやったり、それでもまあ、言うたら体勢が崩れるから失敗します。だけど、何にもない時に失敗することも、まあ、多々あるわけです。で、どういう失敗するかですね。はい、これはですね、どういう上げ方をしたら失敗になるかというのが、まあ、一番のポイントになりますね。で、こういう上げだけで失敗しにくいよっていうのはあるんです。だけど、この上げ方したら絶対もう無理よというのがあります。まず一つ目です。これでもうダメです。もうこれダメです。どうやったか言うと、そのカメラから見ると、こう、右肘がクイッと体から離れていく。これはあんまり離れたらマジです。なぜ離れるかですね。右肘が伸びてるからです。これ硬いからね。こうやると、こっからが急な動きになってしまう。滑らかな動きになりにくいわけです。ですから、右肘はこっから少し曲がりながら動かないといけません。で、曲がりながら動くためには、手から動かしたら、こういう状態、硬いんですよ。手から動かしたらね。じゃあ、どっから動くのと言ったら、まず、ちょっとだけこの動作を入れる練習をしてほしいんです。こっからね、いきますよ。はい、やりました。これどうですか。もう一回いきます。ここから、はい、やりました。こうです。ね、何やったんや言われると、ここから体重を左に移したんです。バックスイングってもともとですね、右に体重を入れるというのが、バックスイングのウェイトシュートの、まあ、考え方なんですけどね。これはですね、右に入れるために、一回左に持ってくるんですよ。これをちょっとやるとね、初めタイミング来るんですよ。来るんですけど、まあ、ちょっと試してやってほしい。ね、ちょっとやってみましょう。これね、こうして少し、はい、こう、こういうなんかね、柔らかそうに見えますよね。ね、なんか柔らかそうに。ね、もう一回やりますよ。ここからね、行くよーと。ね、もうこの時点で、なんかよさよさよさやってるわけです。右行ったり左行って、右行ったり左行ったり。これやってるんですけど、いきなりやると、バッとこう、軸が振れるんですね。ですからこれを、ほら、なんかこんな感じ。はい、これで、ってやると、なんかね、全部の動きが連動するような気がします。ね、もう一回やりましょう。こっちをですね。これ、ゆうさゆうさゆうさ。で、ここからシュー。こういうふうにやると、何かね、こう、レールに乗った。軌道に乗った、まあ言えば仕込みがだん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 連動していく、動きがつながるっていう風な、まあ意識に変わっていくと思います。だからどうしてもね、まあいろんな本があったんでしょうね、昔ね。これの初めの30センチはまっすぐ引く、まあ30このままままっすぐ引くって、これ何をまっすぐ言うっていうのは、フェースの向きを変えないように上げるっていう風な、まあ本があったりしましたね。で、これはどうかちょっと分かんないですけど、これが手じゃなくておへそについたとしますね。で、おへそが円運動すると必ずフェースが右向いちゃうんですね。ここから振りると、ね、で、これを右向けないために何するかというと、手を体から少し右足とこっちと前の方に動かすと、これフェースがね、かぶったままっていうか、まあ言ったら面が変わりません。でもこれはちょっと苦しいな。うん、実際の動きは、ここから、こっちですか。ここから、こう。というのは、手を使わざるを得ないわけです。で、こう手を使うと、右の肘が、こっち側に動く感じ。本当はこっち側に動きたい。こっち側に動きたい。これはあかんですね。これやると。これやると、こういう感じだと、手が、もう裏返っちゃう。これが、こう動く。この方がね、なんか、おへそと一緒。
おへそと一緒に回る。で、おへそと一緒に返すと、フェースの向きは、ボールに対しては、フェースがオープンになって、かぶってクローズになりますけど、ボールに対してはなんですね、これはね。で、まあ、ボール打つから、本当はまっすぐの方がいいなという話もあるんでしょうけど、ボール打つのは、このポイントだけなんです。ここがゾーンで、ここに当たっても、ここに当たってもっていう、こんなところで当たることないわけですよ。ここもないです。この辺りで当たるんで、この辺りだけフェースが、まあ、ストレートっぽかったらいいです。ぽかったらですよ。これ、厳密にストレート。まあ、それ打てたらね、まあ、日本では、有数のプレイヤーでしょ。だけど、そうはいかんですね。だから、ここから、おへそと一緒に、よいしょ、ふーって開いて、ポーンと。こっちからは、もうクラブが行くままです。こういう風な考え方で、ぜひやっていただきたい。これをまっすぐ上げる。まっすぐ上げて、まっすぐ乗せて、これ一生懸命やると、まあ、ちょっと手とかね、その辺にね、少し負担がかかるんじゃないかと。特にフォロースルーで、まっすぐ。まっすぐ出すって。これはゴルフじゃないです。これはゴルフという楽しいスポーツの、まあ、どういうんですかね、スムーズな動きにはならないですから。で、これやると、こうね、チョン、スー、スパーンと、これ、楽ですね、これは。右行ったら、まあいいよ。これね、フェースの向きが右行ったり左行ったりするんで、ボールを右行ったり左行ったりするんです。これをまっすぐ打つっていう練習を、一生懸命やるよりも、このフェースが返ってくるタイミングを同じように回ったら、まあ、再現する。これが練習やもんですね。だからもうゴルフのスイングの中のほとんどの、ほとんどですね。これはもうタイミングで成り立ってるんで、技術のメカニクル、メカニクル、これはもうメカニクル、もうあんまりしなくていい。要はタイミング。ね、タイミングで、こう。はい、タイミングがあったら、ほとんどまず飛ぶわけです。僕はもう、ウェイウェイってやってますけど、グッてやるよりは、ああ、体楽やなと。はい、まあ、実はですね、もう今日、ね、もうちょっと、あと1回でちょっとでね、困ったですよ、本当に。還暦。還暦でわかりますか、60歳いったらね、もう大概しんどいですけど、60歳の割にはね、僕の場合は、パーンと触れます。はい、そこそこ触れます。ね、おお、結構飛びましたね。ということで、ここのタイミングは、左、ちょっと行って、行って、右に行って、また左。左、右、左の動作。ワン、ツー、スリー。足がリズムを取るんで、ぜひこれはですね、短いショットでも一緒。長いやつはもちろん。で、短いやつでもアプローチでも、ポン、ポン、ポンっていうのが楽そうに見えるんですね。これをこうやってグーッグーッてやったらもうだんだんなんだんで、まあちょっと気持ちがしんどくなります。ですから、チョン、チョン、チョン、このリズムをね、これはもう上級者の方もおかしくなったらリズムが来る。はい、ぜひやってください。